今日は平井さんにゲストに来ていただいてます。平井さん、お久しぶりです。久しぶりです。よかったら簡単にまた自己紹介お願いできますか？大阪に住む平井義美と申します。Lサロンに入って約1年ぐらいになるんですが、今 Lステップのメインはデザインのお仕事であったり構築のお仕事を始めさせていただいております。はい、よろしくお願いします。過去ね、こんな動画にも出ていただいてたかなって思うんですけれども、そういえば先日あれですよね、うちのサミットにも来ていただきましたよね。はい、参加しました。サミットこの前平井さん出てくださって、実は平井さんって L ステップのトラに出ていただいて、鈴木さん含め川本さんとか来てくれてたんですけど、その方たちに対してプレゼンをした、かなりすごいことに挑戦されてましたよね。はい、挑戦しました。ナイスファイトでした。ぜひそっちも見ていただけたらなって思ってるんですけど、全然話は変わって、L サロンもう1年ぐらい続けられてるっていうことで、長らくありがとうございます。ずっと入っていただいて、どのように活用されてるかとか、こんなコンテンツ良かったよみたいなのあったら、はい、ぜひ利用者目線で教えていただけないですか？そうですね、L サロン入る前は普通に堤さんの YouTube で見させてもらって勉強してたんですけど、 L サロンに入ったらサロンの有料会員でしか見れない動画があるじゃないですか。これ自体がすごくて、マーケリンクさんの社員さんの面接の動画であったりとか、より深い動画が学べて、まあ、それが一番いいなって思うのと、あとチャットグループっていうのがたくさん用意されてて、自己紹介のチャットだったり交流、あと求人とかがあって、わからないこととか質問したら先輩方がガガガってチャットで答えてくれたりだとか、求人でデザイナーさん募集してますみたいなのがあるので、それを活用しております。ありがとうございます。ちょっと一個一個聞いていきたいんですけど、はい、その採用の動画ありましたね。はい、マーケリンクの実際の採用面接の録画をね、Lサロンの中で流してるみたいなのもあったりしましたし、あと深いこと学べるってありましたけど、具体的にどんな動画が特に良かったですか？そうですね、一番私がすごい利用しているのが、堤さんがしてるスタートプランでこんだけできるんだぞっていう動画があって、もうまさにプロプランじゃないとできないのかなって思ってたことが全部スタートプランで叶ったりするので、それがすごい大好きな動画です。ありがとうございます。あれ結構裏技的な感じでね、Lサロンでやってすごい反響があったので、うん、YouTube でもパッと絞ったバージョンで実は出させてもらってるんですけど、それの一番最初にリリースしたのがLサロンの中だけでしたし、中だけでしか話してないコンテンツもいろいろですもんね。はい、あとその交流グループって話ありましたけど、どんなことが疑問に思って、どんな質問したみたいなのって覚えてらっしゃったりします？私はね、具体的にまだ質問はしたことはなくてですね。出させてなかったですか？すいません。そうなんです、はい、いえいえとんでもないです。ただ他の会員さんが質問されてることを見るじゃないですか、はい、で自分でその分からないことに自分がそれを気づくみたいな、でそれに対する答えがなるほどみたいな、それが勉強になったりとか、あと質問に対して答える勇気はないんですけど、自分やったらどう答えようみたいな、それがすごい勉強になるなと思います。確かに交流グループたくさん皆さんが質問していただいて、で先輩たちが答えてくれるのはもちろんあるんですけど、我々スタッフの方も管理人として私も参加してるんですけど、答えなきゃこれで合ってるのかななんて緊張しながらやってるので、出した方が間違ってても自分のプラスになるような気がするので、よかったら平井さんもこれからどんどん突っ込んできてほしいですね。頑張ってみます気づいてなかった疑問みたいな、自分事としてやってないと、一人でやってたら絶対そんな出会わないような質問も識アップになっていくっていうのは、確かにそういった観点もあるな。自分たちはね、管理人なんで、僕と松尾さんはずっとLサロンいるんで当たり前になっちゃってましたけど、確かにそういった観点があるなって思いましたね。あとはそのイベントとかマンスリーライブとか交流会とか、リアルでのものもあったりすると思うんですけど、特に印象残ってるものとかってありますか？そうですね、もうたくさんいろいろ私参加させてもらったんですけど、一番っていうならコンペ大会っていうのがあったんです。それに参加させてもらって、それがめちゃくちゃ良かったです。コンペって聞くんですけど、実は私が入社する前のことだったと思うんですよね、うん、ちょっとコンペについて教えてもらってもいいですか？僕からちょっとじゃあ説明させていただきますね。コンペ大会ってLサロンの会員の中だけで参加者を募ってですね、架空の店舗の想定しまして、そこに対するLステップアカウントを作っていきましょうっていうのをやったんです。架空のマーケリンクなんとかみたいな、平井さん確かピラティスのスタジオのアカウント作ってましたよね、はい、ちょうどその動画が平井さん優勝されてたんで、その時の動画なんですけれども、架空の店舗を想定して L ステップを作るっていうことで、一からそのアカウントの設計から構築までっていうのをやったものになるんですね。実際受けてみてどうだったみたいな感想とかって覚えてたりしますか？そうですね、初めコンペがあるって言って応募した時は、構築を学べるって思っていたので、構築方法とかを習得できると思って参加したんですが、構築方法っていうのは、それは事前に動画がパパパッと送られてきて、動画で学んで、一番のメインは私の場合はピラティスをしたんですけど、ピラティススタジオが抱える問題は何かっていうのを考えて、その問題を L ステップを使って動詞作
してどう解決するかっていうその考える設計図を作るっていうところからスタートしたんです。それがすごい勉強になりました。そうですね。あとは今言っていただいた観点もやっぱり皆さんからお声いただきましたし、結構多かったのがそのフィードバック得られるみたいなのも良かったかなみたいな声もあったと思うんですけど、その辺どうでしたか？めちゃくちゃ良かったです。自分の作ったそのアカウント何週間かごとにチェックしていただいて、各3名の講師の方についていただいてフィードバックしていただくっていうのもすごい良かったんですけど、他の方が作られてるアカウントのフィードバックを聞くのもめちゃくちゃ勉強になると思いました。確かにね、いろんなアカウントをいろんな目線で見れるっていうのがなかなか自分でやってたらない機会ですもんね。実はですね、今日発表なんですけれども、そんな好評だったコンペ大会をこの度第2回ですねやることが決まりました。はい、ちょっと今日はその告知で平井さんにも来てもらったのはあるんですけれども、1月の末からですねスタートしていきたいと思います。今回のコンペって前回と違うとこってあるんですか？やり方はほぼほぼ同じものにはなるんですけれども、前回受けてくれた方は2回目はいいかな、逆にサポーターで入ってもらえたらななんてのも思ってはいるんですが、今回ですね前回やってから9ヶ月ぐらいも経ってるので、いろんな会員さんが入ってくれたと思うんですね。もっともっと L ステップ学びたいよみたいな人が新しくたくさん入ってきていただいてると思うので、まだ L ステップ自分で作ってみたけどいまいちいいアカウントじゃないかもみたいなちょっと思ってらっしゃる方とか、今ちょうどまさしく L ステップ学び始めてまだ作ったことはないんだけれどもこうやって実績作っていこうかなみたいな、そういった方が今回ぜひぜひ受けてほしいなっていうふうに思ってます。会社員さんとかはいかがですか？もちろん OK で、てか平井さんも会社員で受けていただいてたじゃないですか。はい。今回土曜日開催になるので、副業でちょっと L ステップ頑張りたいなみたいな人でも今回全然ね応募いただいていいと思いますので、コンペ興味あるよって方はこの QR コードかもしくは概要欄のリンクからですね L サロン飛んでいただくと詳細が自動で流れてきますので、ぜひチェックいただければと思います。1月の28日土曜日が初回の開講日になってますので、定員もございますので、この動画見た時で締め切っちゃってたら大変申し訳ないですが、お早めにねチェックいただけたらと思います。ということで平井さん今日はありがとうございました。またまた引き続きエルサロン楽しんでいって活用していってください。それでは次回の動画も楽しみに。バイバーイ。